するとこは進化して、進化せんとこは一向に進化せんのやから、必要と思われてないんかな。別に傘なんか手で持ちゃいいや、もうそれで終わりなんかな。俺ちょっと傘の開発しよっかな。それで一攫千金できんかな。やっぱ一攫千金狙うんやったらみんなが手出しないとこがいいね。なはやばい。せっかく打率上がって上げようって言って、せっかく上がってきたところやった。でほれみーもう6割戻したぜってみんなに言おうと思ってた。一試合コメント見ないでガチで試合やってほしい。おもんないぞその配信。やっぱね、やっぱ結局気になるよねコメント。まあまあまあリクエストがあればね、いつか。まあでもね、なんかね、自分がコメント気にしないって言ってもやっぱ視界入るんよね。俺のこの左のパソコンにもコメントバーって映っとるけんさ。特殊能力リーグ、特殊能力ってリーグ戦に影響するんですか？影響します。特殊能力ゼロのチームと特殊能力フルマックスのチームやと、まあまあまあフルマックスの方が強いよねっていう。てかツーシームしか投げてねえよこの脳筋が。初見です。登録したから5分経たないとコメントできない。あ、マジで？俺。あれ？やっぱ俺の配信ってそういう仕様に、なってんの？うわ、マジやん。俺ここさ、全員に変えとるんよ。誰でもコメントできるようにしとるはずなんやけどさ。それは申し訳程度のごめんなさい。なんかね、 YouTube ライブの仕様が変わったんよ。なんか昔までもう一回設定すればその設定で毎回配信できとったのが、今ってなんか毎回設定し直さないかんのよ。いや俺全員にしとったはずなんやけどね。でもそれは言ってくれんと気づかんかった。ありがとうございます。やばすぎ。ちょっと待って、俺よりも守備の方がやばかった。オッケー、一回集中するか。じゃあうわやばい、見えてねー。てか石川さんさ、2連チャンって嫌よね。さっきの人と配球全然違うけんさ。
さあ大谷君頼むぜマジで。広角出てほしかったな。はい、一安心。はい、こんなもんです。安倍さんは俺もキャッチャーで使いうるけんようわかるわ、その気持ちが。あれ取れんのよ安倍さん、足遅いけん。ちょっと待って、ここはチンパ配球できマジで。ここはガッツリ抑えていこう。さあこれが新由伸の配球や。そうだろうな。俺は6割超えてないと打てんな。ああ6割超えとんのかこの人。あーツーシーム振ってくれるんだ。やっぱあそこ F じゃないとダメなんかなとか思ったり。うわー宮西さんと迷ったな今。ちょっとゲッツー取り行っていい俺。タイピンも出てなかったし。よしよし行くぞ。バントですか。さあ今のカウント一つもらったのでかいな。ボールか。三つ三つ三つ絶対。うわマジか。これ広角よな、しばかれたら終わりやな。うわ怖えなこれ。ラッキー。あ、そっちですか。いやー、燃えねの強。